マイケル・ジェフリー・ジョーダンは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。NBA のシカゴ・ブルーズ、ワシントン・ウィザーズでプレーした。その実績から、バスケットボールの神様とも評される。15年間の選手生活で、得点を10回、年間最多得点11回、平均得点は30.12点で、NBA 歴代1位、通算得点は32,292点で、 歴代5位。1990年代にシカゴブルーズを6度の優勝に導き、5度のシーズン MVP、6度の NBA ファイナル MVP 受賞。また、1984年のロサンゼルスオリンピックと、1992年のバルセロナオリンピックにおいて、アメリカ代表の一員として2度に渡り金メダルを獲得した。 現役時代の背番号23は、シカゴブルズ、マイアミヒート、ノースカロライナ大学の永久決九1996年、NBA50 周年を記念した、NBA50 周年記念オールタイムチームの一人に、選出。2009年には、バスケットボール殿堂入りした。現役引退後、2010年に、シャーロット・ボブ・キャッツを買収し、現在は、 実業家として同チームの筆頭オーナーを務めている。フォーブスのスポーツ選手長者番付1位を6回獲得しており、2020年時点の純資産は21億ドルとされる。フォーブスのアメリカで最も裕福なセレブリティにて4位であり、世界で最も裕福な元スポーツ選手である。ダンクを試みる冗談舌を出すのが、 彼のトレードマークである2シーズン弱の引退期間を除いて入団から2度目の引退までの13シーズンをシカゴブルーズで過ごした。ポジションはシューティングガードを務めていたがポイントガードやスモールフォワードでも難なくプレーできるオールラウンダーであった。2度目の引退を表明した1997-98シーズン終了時点で上述の輝かしい記録を保持していた。 インサイドでは、華麗なムーブから生み出す、ダンク、独創的なステップから繰り出すレイアップを多用。アウトサイドでは、長い対空時間を活かして、流麗なフォームからジャンパーを放つなど、幅広いオフェンススキルを駆使して、得点を量産した。初期のジョーダンのトレードマークは、エアアと形容される豪快なダンク、空中で体勢を変えて、ディフェンダーをかわす、ダブルクラッチなど、 他の選手が決して真似できない空中でのプレーであった。加齢に伴い、運動能力が低下したキャリア後期には、プレイスタイルを変え、ディフェンダーから遠ざかりつつ放つフェードアウェイを必殺武器にして、ミドルレンジから多くの得点を奪うなど、臨機応変にキャリアを通じて、得点能力の高さは維持された。一方で長距離シュートを担う SG でありながら、スリーポイント見投げ数。 成功数は多くなかった。成功数が100本を超えたのは2シーズンのみ。名シューターと歌われる選手のほとんどが、キャリアで1000本以上を記録する昨今において、ジョーダンの通算成功数は581本と、決して多くない。また1990年のオールスター前夜祭りの、スリーポイントコンテスト出場時には、1988年に、デトレフ・シュレンプと並ぶ。 歴代最小の5本に終わる。大舞台での驚異的な勝負強さも、ジョーダンの特徴の一つである。プレーオフの緊迫した状況での活躍は、数々の名場面を生み出し、その度に勝利を勝ち取る姿は、ファンの記憶に残ることとなった。体調不良の中でも、フラフラになりながら、チームを勝利に導いたり、相手チームから徹底マークされても、闘志を剥き出して、 戦ったり、まさに勝負の鬼とも言える活躍であった。ゲーム自体を俯瞰できるのではないかと思わせるほど、勝負賞を見据えて、特に終盤になるほど得点を重ねる姿は、圧巻の一言で、歴代でも並ぶ者がいないほどのクラッチシューターである。ジョーダンは6度の NBA 優勝を勝ち取り、5度の、レギュラーシーズン MVP に輝いた。1985年には、 ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。6度の優勝の際にはそれぞれファイナル MVP を受賞した。ジョーダンはレギュラーシーズン、ファイナル、オールスターの MVP 3冠を1996年と1998年に2度達成している。他に MVP 3冠を達成したプレイヤーは1970年のウィリス・リードと2000年のシャキール・オニールだけである。 オフェンス面で卓越していただけでなく、リーグ屈指のディフェンダーでもあった。1988年以降は、引退していたシーズンを除いて1998年まで9回オール NBA ディフェンシブファーストチームに選出されている。1988年には、シーズン MVP と最優秀守備選手を同時受賞した。最も目立つのは、 キャリア通算2514スティールで、歴代3位、1試合平均で2.35スティールは、歴代4位の記録。キャリア初期は、その跳躍力に物を言わせて、ガードとしては、異例の1試合平均1本以上のブロックショットを、記録していた。NBA の重鎮ジェリーウェストをして、ジョーダンのディフェンス能力は、オフェンス以上に強烈だったと言わしめるほどであった。 1998年の NBA ファイナル第6戦のウィニングショットもユタジャズのカール・マローンからのスティールから生まれた。リバウンドでも1試合平均で6.2本と同ポジションとしては非常に高い数字を残している。ディーン・スミスセンターの天井に飾られたジョーダンのジャージ・マイケル・ジョーダンは電気技術者のジェームズ・ジョーダンと銀行員勤めのデロリス夫妻の三男として ニューヨーク州ニューヨークシブルックリンクで生まれた。黒人家庭としては、比較的裕福な家庭で育った。とても食欲旺盛で、生後3週間で、シリアル食品を食べていたという。自身が生まれてから、家族はすぐに引っ越し、少年時代の多くを、ノースカロライナ州ウィルミントンで過ごした。少年時代には兄に、 バスケットボールの手ほどきを受けるが、兄にはなかなか勝てなかった。他に、野球や、アメリカンフットボールもプレーした。地元の EA レー高校に入学。入学時は、学校のバスケットボールチームに入れなかったエピソードは、よく知られている。この挫折を乗り越え、1年後には、チーム入りを果たす。その後は、注目を集める選手に成長した。 高校卒業後は、ノースカロライナ大学に進学し、地理学を専攻した。後に、伝説のショットとして語り継がれている1982年の NCWA トーナメントチャンピオンシップで彼は、ウィニングショットを決め、同行二度目の NCWA チャンピオンに導いた。二年中に彼は、チームの主力となり、その年に彼は、全米ジュニア選抜に選ばれた。 三年時の時には、ネースミス賞と、う、伝賞を受賞した。この年のシーズン終了後、当時ヘッドコーチだったディーン・スミスの勧めもあり、プロ入りを決意。1984年の NBA ドラフトで、シカゴ・ブルズに、全体3位で指名された。大学を休学した後の夏に、アメリカ代表として、ロサンゼルスオリンピックに参加、中心選手の一人として、 金メダル獲得に貢献した。キャリア初期上段は早くも入団1年目から、レギュラーの座をつかみ、平均得点は、リーグ上位の28.2点を記録。2年目は、怪我によりシーズンの多くを欠場したものの22.7点。そして3年目にはその才能を完全に開花させ、リーグトップの1試合平均37.1点、シーズン総得点は3000点を超えると、 チェンバレン以来の数字を残した。得点能力のみならず、運動能力、特に空中でのボディコントロールには抜群のセンスを見せることで若手ながら、リーグ屈指の人気選手となり、シカゴブルーズが遠征で訪れる試合は、多くの観客を集め、ホームの試合のチケットは入手が困難になった。しかし、チーム自体は、競合とはほど遠く、ブルーズを、 ジョーダンと、その他4名とさえ揶揄する記者や、ファンもいた。ジョーダンはその能力の高さゆえに、必然的にボールを持つ機械とシュートの本数が多く、それを一人よがりなプレーだと批判する声もあった。入団当初のジョーダンは、高価なアクセサリーを身につけて試合することがあり、先輩選手たちには、生意気な新人と見られることがあった。1985年には新人ながら、 オールスター戦出場を果たすが、この試合でジョーダンは、味方選手からパスを回してもらえない、フリーズアウトという仕打ちを受ける。後にジョーダンは、この経験に深く傷ついたと語っている。この事件の首謀者と言われたアイザイア・トーマスとは、しばらく良くない関係が続いた。しかし、トーマスが、ヘッドコーチを務めた2003年のオールスターゲームで、 ファン選出から漏れてしまったジョーダンを最後のオールスターに先発出場させるためにトーマス自らビンス・カーターを説得。カーターはジョーダンに先発の座を譲った。ピストンズの壁1980年代が終盤に近づくとこの時代イースタンカンファレンスを支配していたボストンセルティックスが徐々に衰退し始め変わってデトロイトピストンズが台頭するようになる。 一方のシカゴブルズもまた若手のダグコリンズ監督の下で力をつけ始め、ブルズは年間50勝できるチームにまで成長していた。1987年にセルティックスに敗れた次のシーズンから、ブルズは毎年プレイオフでピストンズと対戦するようになる。この時期、荒いディフェンスでバッドボーイズと呼ばれていたピストンズは対戦するたびに、 ブルズとジョーダンを痛めつけ敗退させた。ピストンズは、ジョーダンルールと呼ばれる方法で、ジョーダンのオフェンスを封じようとした。これはインサイドに切り込んだジョーダンを数人がかりで、抑え込むもので、精神的、肉体的にジョーダンを苦しめた。1988年に続き1989年も、プレイオフで、ピストンズに敗退すると、コリンズは、 ブルズの監督を解雇され、アシスタントコーチだったフィル・ジャクソンが監督に昇格した。ジャクソンは、新システムトライアングルオフェンスの導入に取り組むなど、チーム強化に努めた。若手のスコッティ・ピッペンとホーレス・グラントも次第に、成長していき、ついには、レギュラーシーズンの勝ち星を55勝にまで増やした。チームメイトの辛抱が厚いビルカート・ライトは、キャプテンとして、 チームをまとめ、ロールプレイヤーのジョン・パクソンは、バックコートで、ジョーダンと組む選手として定着し、ブルズは、ジョーダンのワンマンチームからジャクソン監督のシステム下で、役割分担のチームワークを持った手堅いチームとなっていた。しかしプレイオフでは、ピッペンの返帳などもあり、3勝4敗でまたしても、ピストンズに赤敗。このシーズンと前シーズン、ピストンズは、連覇を果たしており、 チーム史上の絶頂期にあった。最初のスリーピート翌1990から91シーズン、ブルーズはチーム史上最多の61勝を挙げる。ジョーダン自身もそれまでのスタイルを変え、ジャクソン監督の方針通りボールを他のチームメイトと分かち合う場面が以前より見られるようになった。このシーズン、チームの勝ち数は過去最高だったにもかかわらず、ジョーダンの平均得点は 過去数年で最低の31.5点だった。プレイオフではカンファレンスファイナルでピストンズと4年連続の対戦。この年は4勝0敗でこれまでの雪辱を果たし NBA ファイナルではマジック・ジョンソンのロサンゼルス・レイカーズが相手となった。新旧スーパースター対決となったこのシリーズをシカゴ・ブルズは4勝1敗で勝利し初優勝を決めた。 ジョーダンは、ファイナル MVP を受賞した。翌、シーズン、ブルズは、リーグ史上屈指の67勝を挙げ、再び、NBA ファイナルに進出したブルズは、クライド・ドレクスラーを擁する、ポートランド・トレイル・ブレイザーズと対戦。ジョーダンに似たタイプで得点力のある、シューティングガードのドレクスラーを相手に、ジョーダンは、目覚ましいパフォーマンスを見せ、4勝2敗で2年連続の、 優勝を実現した。ブレイザーズは、1984年のドラフトで、全体2位指名権を持ちながら、ジョーダンを指名しなかった。後にジョーダンは、あの時ブレイザーズに指名されないで本当に良かったと、ジョーダン混じりに語っている。次の1992から93シーズンは、ブルーズは57勝と前シーズンより10勝を減らしたが、プレイオフでは再び、 NBA ファイナルに進出した。ウェスタンカンファレンスを制したのはフェニックスサンズでジョーダンの親友でもありチームのエースチャールズ・バークレイはこのシーズン MVP に選ばれた。レギュラーシーズンの勝ち数がリーグ最多だったサンズはホームコートアドバンテージを持っておりブルーズはホームでの試合数が一つ少ない不利を抱えていた。シリーズは 敵地での6試合目を制したブルーズが勝利し、3度目の優勝を決めた。このシリーズで平均41得点を挙げたジョーダンは MVP に選ばれた。1980年代末より3連覇を意味するスリーピートという言葉が使われていたが、NBA のチームがこれを実現するのは1960年代のボストンセルティックス以来のことだった。 父の死と一度目の引退三連覇、達成後シーズンオフの1993年7月23日、不慮の事件によって父親を失ったジョーダンは突如引退を表明した。前世紀にあっての引退は NBA とメディアに衝撃を与えた。1993年10月の引退表明の会見でジョーダンはもはや証明するものはないと述べたが、 以前より続いていたバッシング3連覇達成によるモチベーションの低下、父を失った衝撃が引退の動機になったとマスコミは推測した。スコッツデール・スコーピオンズでプレーするジョーダン・ジョーダンは引退後突如として野球への転向を表明。家族が住む地元シカゴのシカゴホワイトソックスのキャンプに参加した。 多くのファンはマイケルが父親を殺害された悲しみを紛らわせるため子供の頃のもう一つの夢を追求したのだと解釈し、冗談自身も最初の優勝の後に父親と約束した夢だと述べている。一方で、ホワイトソックスのオーナーはシカゴブルーズのオーナーでもあるジェリー・ラインズドーフであるため、実力ではなく、コネで入団したのだと反感を持つ野球の選手やファンもいた。 ジョーダンは1993から94年の NBA シーズン開幕2日前に MLB のシカゴホワイトソックス参回 AA 級バーミングハムバロンズに入団した。専門家はプロレベルの変化球を打つのは困難だろうと予測し、権威あるスポーツ紙の中にはジョーダン、諦めろという記事を掲載することもあった。18歳、以来10年以上ぶりの野球。 しかも当時はピッチャーであった。彼はほとんどバッティング経験がないというに等しく、その成績は特に春のうちは、惨憺たるもので、127試合の出場で、打率2割0分2輪、11エラーとメジャーリーグに昇格することはできない成績だった。しかしジョーダンは一回り年下の選手たちに混じりバスで、遠征先を回り、朝からバッティング練習を行う。 一日千戦スイングを行うなど、懸命に練習を重ねた。夏頃には初期に苦労した直球に対応し、続けて投げられるようになった。変化球にも対応を見せ、ホームランを打つなど徐々に成績が上向いていた。なお、当初専門家やコメンテーターは、実力うんぬんの前にマイナーリーグの遠征が、基本的に、長距離バス移動のためこれに耐えられないだろうという、意見が多発。 事実上段も、この長距離バスが旧式で、環境的に苦痛であったが、それを改善するべく約4000万円する新型の大型バスを自費で購入。それを球団に寄付して使用し、長距離バス移動の苦痛を改善した。1994年の春季キャンプの時点では、スイングスピードが評価されており、成績が上向いたのにはこれも無関係ではない。 最終的にマイナーリーグで合計162試合出場、打率。2割1分3輪、本類打2本を記録した。復帰1995年3月に再びブルズに復帰。メディアは大々的にジョーダンの復帰を報じた。シーズン末の17試合に参加し、チームはプレーオフに臨んだ。プレーオフでは1回戦で、 シャーロット・ホーネッツを3勝1敗で下し、続く、カンファレンスセミファイナルでは、オーランド・マジックと対戦した。オーランドは、シャキール・オニールとアンファニー・ハード・ウェイという二人の、才能ある若手を要した、新進気鋭のチームだった。このシリーズ、ジョーダンは重要な場面で些細なミスを繰り返し、2勝4敗で、ブルズが敗退する原因の一つとなった。 後期3ピート1994から95シーズン終了後のオフ、ジョーダンはバスケットボールの体型を取り戻すべく、そして再び優勝を狙うために懸命にトレーニングを行った。オフにはジョーダン主演の映画撮影も行われたが、映画撮影の場所付近にジョーダン専用のバスケットボールゴールを設置。ジョーダンの呼びかけにピッペン、オニール、 レジー・ミラーなど NBA の主力選手が集まり、ジョーダンと共に練習をした。後にジョーダンは、このオフの練習で、従来のバスケットボールの感覚を取り戻し、相手選手の動きを把握できるようになったと言った。1995から96シーズンが始まると、ブルズは快進撃を続け、NBA 史上最高の勝利数を狙えるほどの勢いだった。ジョーダン。 ピッペン、そしてかつての宿敵デトロイトピストンズでプレーしていたデニス・ロッドマンがサンアントニオ・スパーズから移籍してきてリーグ最強の3人組として注目を集めた。また、欧州出身の超新シューターであるトニー・クー・コッチ、優秀なディフェンダーであるロン・ハーパーも影からチームを支えた。ジョーダン自身は1993年以前の強烈なスラムダンカーというよりは、 技巧的なジャンプシューターとしてプレーしていたが、平均得点30.4で8度目の得点王に輝くことになる。シカゴブルズは72勝10敗で、レギュラーシーズンを終えた。この勝ち数は、ゴールデンステートウォリアーズが2015から16シーズンに記録するまでのレギュラーシーズン最多勝利、記録であり、70勝を超えたチームも、歴史上初だった。ブルズは、 数字上史上最強のチームとして、プレイオフに臨み、NBA ファイナルで、シアトルスーパーソニックスと対戦。敵地のシアトルで2試合を落としたものの、6試合目に、シカゴに戻り4度目の優勝を決めた。ジョーダンは再びファイナル MVP を受賞した。続く1996から97シーズン、ブルーズは前シーズンより3勝。 少ない69勝で、レギュラーシーズンを終える。プレイオフでは、このシーズンもブルズはファイナルに進出。ウェスタンカンファレンスからは、ユタジャズが勝ち上がってきた。史上屈指の名コンビと言われるジョン・ストックトンと、レギュラーシーズンの MVP カール・マローンを相手に、シリーズは4勝2敗で、ブルズがものにする。初戦のブザービーターや敵地ソルトレークシティでの病気を、 押してのパフォーマンスが注目されたジョーダンが再び MVP に選ばれた。ブルズとジョーダンの優勝回数は5回となっていた。続く1997から98シーズンは、ピル・ジャクソン監督がシーズン後の退任を早い時期からほのめかしており、ピッペンはチーム経営陣との関係を悪化させていた。競合ブルズは今年で最後かという観測をマスコミは、 ジャクソンの表現を借り、ラストダンスという言葉で表した。復帰以降、マスコミやファンはしばしば、ジョーダンの年齢を話題にするようになっており、いつまでプレーするかが、関心の的になっていた。ジョーダンは、ジャクソン監督とピッペンが辞めれば、自分も辞めると発言していたが、自身の身体については、明言を避けていた。このシーズンは、ブルズの二度目の、スリーピートがかかっており、 様々な意味で注目を集めることになった。ブルーズは NBA ファイナルに進出し、対戦相手はこの年もユタジャズだった。両チームともレギュラーシーズンは62勝20敗だったが、シーズン中の対戦成績に勝っていたユタジャズがホームコートアドバンテージを得ていた。5戦目までで3勝2敗でシリーズの舞台をユタに戻し、臨んだ第6戦。 ジョーダンは残り5.2秒で決勝シュートを決め、ブルズに6度目の優勝と2回目のスリーピートをもたらした。この時、解説者のアイザイア・トーマスは、第4クーターのマイケルは殺し屋だと述べた。ジョーダンはシーズン終了後の1999年1月13日に2度目の引退を発表した。オーナー及び、 人事部門責任者1999年引退後のジョーダンがシャーロット・ホーネッツのオーナー陣に加わるとの報道がなされた。ジョーダンは実際そのために関係者と協議を行っていたが結局は物別れに終わりジョーダンのオーナー入りは実現しなかった。翌2000年に彼はワシントン・ウィザーズに出資を行いオーナーの一人となった。同時に 同チームのバスケットボール運営部門の社長となった。これは選手の人事に関する責任者になったことを意味した。この時期のウィザーズは勝ち数20前後と低迷しており、チーム再建がジョーダンに課せられた使命だった。ジョーダンはかつてのブルーズの監督ダグコリンズをウィザーズ監督に任命。2001年の NBA ドラフトではウィザーズは 全体1位の指名権を獲得しており、ジョーダンは、クワミ・ブラウンを指名した。高卒の新人が全体で1位指名を受けるのは、NBA 史上初めてのことであり、当時議論を呼んでいた新人の定年齢化を、象徴する出来事となった。2度目の現役復帰、NHL 選手のマリオルミューの活躍に触発された、ジョーダンは、2001年に低迷を続けるウィザーズのために2度目の、 復帰を果たす。以前はガードのポジションだったが、チーム事情によりスモールフォワードでプレーすることとなった。彼の運動能力は年相応に衰えてはいたが、2001から2年シーズンは怪我に悩まされながらも1試合平均23点の記録を上げた。2002から3年シーズンは1試合平均20点を上げる。だが、ラストゲームでは NBA 初の 40歳40得点を記録した。復帰当初、ジョーダンはチームをプレイオフに進出させることを目標にすると明言していたが、2001から02シーズンは37勝45敗でイースタンカンファレンス10位、2002から03シーズンは同じく37勝45敗でカンファレンス9位と目標を果たせずに終わった。 2002年 NBA オールスターゲームにおいて以前は彼の象徴であったスラムダンクを失敗し視聴者は呆然としたしかし2003年のオールスターゲームでは試合終了間際に逆転フェイダウェイショットを決めた直後に同点にされたがすでにシーズン終了後の引退を表明していたジョーダンに対し会場からはジョーダンコールが繰り返されたオーナー及び 選手人事最終決定者3度目の引退後、ジョーダンは、ウィザーズのバスケットボール運営部門の職への復帰を希望したが、2003年5月7日、オーナーのエイブ・ポリンは彼を解雇した。後のインタビューでジョーダンはウィザーズに利用されたと感じ、もし引退後即座にクビになるということが、分かっていたならば2001年に復帰することも、なかっただろうと語った。しかし、 ジョーダンのチーム経営に対する熱意は衰えることなく2006年6月15日ジョーダンは出身のノースカロライナ州にできた新チームシャーロット・ボブキャッツの共同オーナーの一人となり選手人事の最終決定に関わる役割を担うこととなったヒットオーナー2010年3月にはボブキャッツを買収し元選手としては NBA 史上初の筆頭オーナーに就任した。2016年、大統領自由勲章を受賞ゴルフは、ジョーダンの最大の趣味の一つである1993年8月、ジョーダンの父親ジェームズは、友人の葬儀からの帰路の途中に仮眠を取るため、ノースカロライナ州のハイウェイのろうそく隊に、停車していたところ、二人の強盗により殺害された。 犯人らはマイケルからの贈り物であるレクサスを盗み、ジェームズの遺体を近くに遺棄した。ジェームズは行き先を明らかにせずに数日間外泊することがよくあったため、当初マイケルと家族は捜索願いを提出しなかった。捜索が始まると、ジェームズの遺体は川で発見され、身元不明人として条例により仮装されていたことが分かった。メディアは当初、 ジェームズの殺害をマイケルが公認していた彼のギャンブル癖と結びつけようとした。ジェームズがゴルフでの賭けで何万ドルも失ったことをマイケルが認めたことが広く公表された。一度目のスリーピートの後、メディアからの激しいバッシングにさらされた時期がある。特に以下の書店が非難された。しかし、父の悲劇的な死が報じられた後は、バッシングも下火になった。 ジョーダンを主題にした、ハングタイムとリバウンドの著者である記者、作家のボブ・グリーンはジョーダンが、エルビス・プレスリーの再来であり、アメリカ文化の頂点に登り詰めたと表現。人々はジョーダンが、史上最高のバスケットボール選手であると、論じるばかりか、ベイブ・ルース、モハメド・アリと比較するなどバスケットボールを超えた、文脈で、彼の存在を語るようになった。 1990年代には、遠く、海を越えた日本でも、バスケットボール人気の加熱とともに、当時の若者たち、特にスポーツに親しむ少年たちの最高の憧れの存在となり、多くのメディアを飾り、これに触発された、スラムダンクなどの娯楽作品も、大いなる人気を博した。ジネディーヌ・ジダン、デビッド・ベッカム、タイガー・ウッズ等、 数々の世界の一流アスリートにもジョーダンに憧れ尊敬している人物は多い。ジョーダンがここまでの存在になったのにはいくつかの要因があると考えられる。ジョーダンは NBA の歴史の中で非常に高い運動能力を持っており、見る者の,の注目を集めるのに十分だった。彼は人が見たこともない動きをしばしば見せ。 特に空中でのプレーは見るものを驚嘆させた。実況するアナウンサーはジョーダンがジャンプするとテイクオフ、人類が空を飛んだと表現したほどである。ジョーダンの個人能力が注目されるようになったのはシカゴの市場が比較的大きかったこと。キャリア初期にブルズの監督を務めていたケビン・ローリーがジョーダンを自由にプレーさせる方針を取ったことも要因となった。 また、ティム・グローバーを専属トレーナーに雇い、故障に強い体を作り上げた。ジョーダンの人並み外れた身体能力は先天的なものであると思われることが多いが、その恵まれた才能に加えて彼は、早くからウエイトトレーニングを導入し、真夜中や早朝であっても思い立ったらすぐに専属トレーナーを呼んでトレーニングを行った。 どんな体勢からでもシュートできるようにバランス感覚を鍛え、怪我の予防のため足首の筋力トレーニングも欠かさず、行った。その結果、捻挫しても2から3日で復帰できたという。また、彼は、試合後も、クールダウンやケアに時間を費やした。このことで彼は故障の少ないキャリアを過ごすことができたと、考える、専門家も多い。また、 身長198センチメートル、体重99キログラムという一般人と比較すると一見大柄に見える体格がバスケットにおいて大きい部類ではなくむしろ小さいことも影響している。これまでの NBA では7フッターの巨人たちが支配的だったがジョーダンは恵まれた運動能力と鍛え上げた肉体と磨き抜いた技術により2メートルを遥かに超える巨人たちと 渡り合った。体は小さくはあるが腕が長く、運動能力と相まって高さの不利が減少され、速度と技術の有利で勝負できる程度の小さすぎない、死体は、ある意味で、理想的と言えた。1970年代末期には、NBA の人気は低迷しており、リーグのイメージもあまり良くなかった。しかし、デビッド・スターンが、 コミッショナーに就任しリーグの再建に努めたこと、マジック・ジョンソンとラリー・バードのライバル関係が大いに注目されたことなどから NBA の人気は上昇していった。マジックとバードがキャリアの末期に入る頃には次のジョーダン時代への土壌が十分に出来上がっていたと言える。また、同時期にケーブルテレビが普及し始めたこともこの流れを助けた。ジョーダンは 商業的に最も成功を収めたアスリートの一人である。1998年の時点で、フォーチューン氏は冗談が、プロフェッショナル入り以降100億ドルの経済効果を上げたと述べている。これは、本業のバスケットボールだけでなく、ナイキ、マクドナルド、コカ・コーラ、ゲータレードなどとのスポンサーシップなしには果たし得ない。 特に1980年代に当時新進気鋭の映画監督だったスパイクリー式によるナイキの一連の CM が成功したことが大きい。1980年代に NBA でプレーし始めて以降、ジョーダンは多くの企業と広告契約を結び様々な事業を手掛けてきた。ジョーダンはプロバスケットボールのみならず本業以外で得る収入の大きさでは スポーツ界でも際立った存在になった。また、彼の代理人、デビッド・フォークもこのマネーゲームの中心となった。ジョーダンが最初期に関わり、以後も最も重要になったのは、スポーツ用品、メーカーナイキとの関係だった。ジョーダンは、新人のシーズンよりナイキとの契約を結び、自身の名前をブランドに取り入れた、バスケットボールシューズ、エア・ジョーダンシリーズの生産。 発売が開始された。エア・ジョーダンシリーズのテレビ CM の制作には、当時新人の映画監督だったスパイク・クリーが、起用された。ジョーダンの運動能力を強調しつつも奇抜な、演出を取り込んだ、リーの CM はヒットし、ジョーダンの人気とも相まって、エア・ジョーダンは、爆発的な売り上げを見せた。ジョーダンは当時としては、画期的だった、の契約を結んでおり、 シューズの売り上げに比例して、ジョーダンの収入も上昇した。ナイキ自身も、当時業界一位だったコンバースを抜くことになった。以後、NBA のスター選手の多くは、ナイキと同様の契約を結ぶようになった。バルセロナオリンピックの金メダル授与の式において、ジョーダンは、アメリカ代表ジャージのリーボックのロゴを、正常期で隠すという行動を取った。これは、 ジョーダン個人がナイキとスポンサー契約していたことが原因である。エアジョーダンに関しては主に二つの点で批判が起きた。一つはこのシリーズがあまりにも人気を博したため少年少女たちがシューズを狙った強盗の被害に遭う事件が起きていたことだった。もう一つはエアジョーダンを生産するために発展途上国の児童たちが低賃金で働かされているというものだった。 後者に至っては雇用の確保につながっているという観点もあり、主因は社会の構造的問題であるため、ジョーダンも明確な反論はしていない。ジョーダンは食品関係の広告も幅広く言った。マクドナルドの CM に出演し、地元のシカゴではマクジョーダンスペシャルというメニューが出された。ゲータレードの CM で採用された B-Like マイク。 マイクみたいになりたいという歌は広く知られた。他にコカ・コーラのキャラクターになったほか、シリアル食品、ウィーティーズでも、ジョーダンの姿がパッケージに登場した。ジョーダンは、下着メーカーヘインズとも広告契約を結び、香水、装飾品メーカーのビジョンからは、マイケル・ジョーダンコロンが発売された。1996年には、映画、 スペースジャムに出演し、アニメのキャラクターバッグスバニーや、ラリーバード、チャールズ・バークレー俳優のビル・マレーラと共演した。ジョーダンは、シカゴやニューヨーク、故郷のノースカロライナ州にレストランを持っている。また、アマ・スーパーバイクシリーズにチームを持っており、元 GEP を観戦する姿が、たびたび報道されるなど、かなりのバイク好きでもある。2004年のバレンシア GEP では、 自らの手で、モートジッピーマシンを試乗した。2018年10月 e スポーツのフランチャイズ、チームリクイドを所有する、アキシャマティックへ、ジョーダン、デクラレーションキャピタル、およびカーティスポークが投資したことを同社より発表された。アキシャマティックへの投資によって、私のスポーツ株式投資の幅が広がることを楽しみにしている。 e スポーツは急成長中の国際産業であり、この素晴らしい投資家グループと共に参加できることを嬉しく思っているとジョーダンが声明で語ったとされる。2020年9月22日、ナスカールのトップドライバーであるデニー・ハムリンと共同チームを立ち上げ、2021年よりナスカールカップシリーズにオーナーとして参戦することを発表。ドライバーは シリーズ唯一の黒人ドライバーのダレル・ウォレス・ジュニア。シーズン得点王、10シーズン得点王連続記録、7通算平均得点、30.12シーズン1試合平均30得点以上、830得点以上通算試合数、562、シーズン得点王最年長記録、700系1350兆、35歳61日1試合50得点。 最年長記録、700系1380丁38歳。315日1試合40得点最年長、記録、700系1400丁40歳4日、レギュレーションオールディフェンシブファーストチーム、旧2 3ガードブロックショット数、893、シーズンガードブロックショット数13、131、史上唯一の1シーズン200スティール100ブロックショット。 259、スティール。131ブロック史上唯一の同じ年に、得点王と最優秀守備選手賞受賞史上初の、通算で、新人王、最優秀守備選手賞、MVP 受賞史上初の通算で、得点王、NBA 最優秀守備選手賞受賞史上唯一の、同じシーズンで、得点王、MVP。 最優秀守備選手賞受賞史上初の同じシーズンで MVP 最優秀守備選手賞受賞史上初の同じシーズンで得点王スティール王史上4人目の同じシーズンで得点王 NBA チャンピオン史上6人目のオリンピック金メダル NCWA チャンピオン NBA チャンピオン史上唯一の新人王最優秀守備選手賞 シーズン MVP, オールスター MVP, ファイナル MVP, ファイナルオールスターハット BASKETBALL-REFERENCE.com ハット BASKETBALL-REFERENCE.com、e e、ありがとうございます。